姉妹配信2022明け年明けおめ配信トラ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 はい、というわけで新年明けましておめでとうございます。はい、本年もよろしくお願いいたします。武藤トムです。武藤凛です。二人合わせて武藤姉妹です。何これ、何これ、芸人だったかな、芸人だな、芸人だな。あ、皆様明けおめでとうございます。おめでとうございます。本当に元気ですか皆さん。元気です。私も元気です。よかった、トムちゃんが元気ならそれでいいんだよ。もういいねおい、はい、ということで、はい、皆さん2022年ですよ、始まりましたね。姉妹解消したんじゃないの。いや別にあの解消とか、ね、まだまだチーム K だからね。まあまあまあ別にね、チーム K じゃなくなってもあれですからね。ねえ、血は抗えないからねあ、ウルトラモリンスキーさん、タワーありがとうございます。あら、うわ、アルパカ明けましておめでとうございます。ありがとうございます。来るって書いてある。すごい、この間行く年だったのに来るになってるんだ。ライゴロワット、トムちゃん明けおめこと太郎さん、ありがとうございます。明けましておめでとう、タワーでございます。ありがとうございます。嬉しい、すごい嬉しいです。お正月って感じした。嬉しい、お正月感じたよ。ありがとうございます。やっぱ年を重ねるごとにお年玉全然もらえなくなる。え、マジ、え、私ゼロだった今年嬉しい。あ、ちょっと待って、年政さんすごいよこれ。何、え、なんかすごい豪華。あの、なんだっけ、これなんて言うんだっけ、こういうタワー、あ、違う、これトムが あの、あんま言っちゃいけない、あの、なんて言うの、とってもスペシャルなタワー。あ、そう、違う、でもそれなんて言うんですか、世の中にあるのもスペシャルなタワーだけど、とってもスペシャルなタワーありがとうございますはい、なんて言ったらいいのか分かんない、あの、そう、宝船タワー、そう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 、なん、名前忘れた、愛のこもったタワーです。そうでした、 ありがとうございます。物は言いようだな、はい、あ、待って、かぎやすさんも愛のこもったタワーありがとうございます。嬉しい、みんなお年玉じゃない、本当嬉しい、ありがとう。はい、いやもう本当にね、マジでお年玉もらえ、私今日もらえなくてびっくりした。なんなら渡す側だったよ。まあ確かに今日めいっこちゃんに初めてお年玉を渡しました。初めて、え、去年あげてないの。去年あげなかった。あ、あやあや、愛のこもった、愛のこもったタワー嬉しい。かぎやすさん同じ人じゃない。おお、かぎやすさんありがとうございます。いいありがとうございます、嬉しい。でもなんで私は武藤姉妹二人ともにくれるなんて、親戚みたい。親戚くれてるありがとうございます、本当にありがとうございます。嬉しい、かぎやすさんありがとうございます。私もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そう、マジでお年玉もらえなくて、なんかいや、さすがにね、誰か何人かぐらい、2人くらい3人くらいくれるだろうって思ってたら、マジでもらえなくて、あ、大人になってしまったんだ。でそれ何歳だって。27。ほら、そりゃそうよ。え、でもさ、やっぱ何歳になってもさ、子供は子供って言うじゃないの。トムさんは子供ではないよね、誰がどう見てもだいとこの、 あの一番下の子とめっこにあげた。あ、え、そうなんだ。へえ。だって二十歳でしょ。うん。そう、私の一個今年で終わりよ。あ、なるほどね。うん、もうあげない。そう。私には一銭たりともくれたことないですけどね。いや、だって去年にあげない仕組みですからね。うん、よくできた仕組みだ。だってその仕組みを作ったのってトムさんじゃない？え、違うよ。なんで？だって一番上の人が決めたルールってことだもんね。え、違う、うちの親だよ。親は兄弟にくれない、私たちにくれないから、自分の子供に。だから、あの、自分の兄弟も自分の、いや、親と兄弟はイコールじゃないよ。いや、イコールでしょ。イコールじゃないよ。ってか意味わかんなくない？親からもらわないのに兄弟からもらうの。ありがとうございますってなるよね。私がもし姉だったらあげるな。へえ、私はまああげないけどそしてさっきから何を見てるのでしょうか。私はね、さっきからパソコンをいじってるんですけど、過去の自分を見てますね。過去の自分は、あの、ショーファイトをね、ひたすらにね、今日もずっと
親戚にめっちゃお願いしてたね。そう、親戚にね、あの、まあ、親戚あの何人かっていうか、まあまあ集まってたんですけど、あの、まああれがあるじゃないですか、2月にあのカップリングリカーワがあって、でこの間ね大晦日公演の時に中間発表があったのよ、うん、まさかの、うん、でそれであの中間発表で、まあ、30位までじゃん、うんうん、43位だったの、勝敗が。あらららら。興奮してきです。そう、43位だったの、うん、このままじゃ歌えないって思って今日親戚に頼んでずっと YouTube 見てって言ってみんなにショーファイト見てもらってた。で私あのあれもやっちゃった、さっきあの AKB モバイルにも入って自分でショーファイトに投票しちゃったなんかねあの投票その自分のなんかポイントでねなんか投票できるんだけど、もう持ってる分全部投票して、はい、マス48さん、タワーありがとうございます。ショーファイトを歌いたい、ありがとうと言って48にしてくれて嬉しいです。今年もよろしくお願いします、はい、会えるの楽しみにしてます。そう、希望が出てきてる。でもねすごい僅差だって言ってたの。あ、そうなんだ。あのねランキングも、へー、だからそうモバイル投票もしてありがとうございます。そう、何ってなってた今。何が私ダダ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 ダ。そう、あれはね折り面がいないからさ。そう、もう私しかいない。みんながさ唯一折り面じゃない人たちが出れる曲。何人かいたのよ、うんうん、ずっとね、うん、でスズランさんとか、ね、まあ、そう大家さんとかね、うんうん、あのミナルンさんとか、うんうん、えみんな一気にやめた、うん、そうで、いよいよ私しかいなくなって、なので皆さん本当にお願いします。ショーファイト見てお願い。あ、大五郎アットトムちゃん明けおめこと、あ、またありがとうございます。さっきの方ありがとうございます。大五郎さん嬉しい、ありがとう。ショーファイトもよろしくお願いします。あれって倍速で見てもいいのかなって書いてある。いいでしょ、私は倍速で見てるよずっと武藤姉妹のショーファイト見れる希望もでたくさん見ました。って何、武藤姉妹のショールーム、ショーハイトを見れる希望を持ってたくさん見ますだって、うん、どうなんですか、私を隣に置いてくれるんですか。え、でも 前そうだったよね、うん、覚えましたよ。じゃあ一件じゃないわかんないけど、あんまりなんかそういう確信めいたことは言えないと。トムさんが、いやだってそれはね、私の権限ないからそこ。あ、そうなんや。別に私誰隣に置きたいですかって聞かれたことないよ。ちなみにいろんな人が、田野さんが置かれたり、私が来たり、ナーナさんが来たりとかね、うん、そう、そしてみんな辞めていくっていう。あ、私はどうなるかそう、でもあの本当に、まあ、あれ16人曲ですけど、うんうん、あの15個ポジション空いてるんで覚えたい放題皆さんどうぞって言って、そう、なのでこの MV の思い出とかないの。思い出、え、てかね、めっちゃなんかね、本当にこの MV 見て思うのは、よくこんななんかいい感じに撮ってくれたなっていう、その本当にすごいよ、マジで感謝、本当に。なんかこんなかっこいい、かっこいいよ、かっこいいよね、うん、しかも一人一人のキャラちゃんとわかるし、そう、すごいなって思ってめっちゃ嬉しい、本当にありがとうございます。そう、私は自分たちの声に限ってっていう曲を結構ご了承してたんだけど、入ってなかったんだよね、あのランキングに。あ、そうなんだ。中間に。そうそうそう。でもこれあとはね、なんだっけ、なんか再生回数だと結構あるんですよ、うん、自分たちの声に限っては。でもモバイル投票が少ないらしくて、そう、ダメらしい。ダメらしいというか、ダメっていうか、なんというか、そのボーダーライン。でもどこがボーダー、そうなんだよ、わかんないんだよね。どうなってんのか、そうそう、どういうあれなのか全然わかんないからさ、ね、そう、だからとりあえずモバイルもやって、あの YouTube もひたすら見て、そして人にも見てと言っている、うん、モバイル票、私は自分たちの声に限って押しますね。何がモバイル票だからさ、ショーハイトは私のファンの方にもいっぱい見ていただいて、ぜひ見て、私のファンの方はモバイル票はぜひ自分たちの声に限ってに入れてもらえたら嬉しいなって感じ。ショーファイト、なんか聞こえる、ショーファイト、なんか聞こえる、シ
ょっぱいって聞こえた。これどこで、あ、ここか、再生回そうで、なんか親戚とこうやって見てて、再生回数かこうやって、あ、あ、プースケさんありがとうございます、タワー、あ、愛のこもったタワーありがとうございます、ありがとう、お正月だ。え、そう、あの、なんだっけ、見て再生回数、何が欲しいになってるんだろう、ん、何が欲しいになってるんだ、再生回数こうやってね上げてね、あ、やった 2.5 万回いったよって言ってね、やってたね、みんなで、そう、ちょっとだからね、4日までなんですよこれ、4日の23日だから、5日になった瞬間締め切りなんですけど、だあと4日しかないんでね、ちょっとできるだけ あれだね、メンバーどころかギャラリーにいる方々の顔も覚えられるぐらい、ギャラリーって、ああ周りで見てる人、リングも周りの人たち、そう、でもさ、なんか再生回数ってさ、どうやってカウントされてるのかあんまりよく分かってないから、とりあえず最初から最後まで倍速で見てるんだけどさ、うん、YouTube が公表してないんだよね、多分それはね、そうそうそう、もう YouTube 頭いいんだから、難しいよね、とりあえずこういう風にしてます。そうだから今日私はこの配信をしている間、パソコンで永遠にショーファイトを、うん、あの見続けるっていう、え、で終電の夜のさ、うん、MV 撮ったやん、あ、なんか標本みたいなやつ、そうそう、あれさ、どういうストーリーかは分かる、終電の夜のストーリーって、標本じゃないの、標本が何？え、私ね、あれさ、あの時 MV 参加してさ、なんかいきなりさ、なんか、はい、走ってください、はい、パン、振り向いてくださいって言われたじゃん、覚えてない、覚えてない、か、なんか走って振り向いてで、そっちの方向に走ってって、誰々ちゃんこっちに走ってみたいな、うんうん、あったね、で髪ももうもじゃもじゃにさ、はいはいはい、巻かれてさ、巻いてくださって、でいきなり今度は貼り付けられてさ、うん、なんでなんでどういうストーリーなんだろうと思ってたの、うん、でこの間この企画が始まって、うん、久しぶりに見てみたの、終電の夜、うんうん、そしたら私たちは標本にされてて、うん、そこから逃げ出してるんだってことに気づいたわけよ、終電の夜なのにその辺はまあまあ、だからすごいな、なんかそれストーリー知らなかったからさ、そうなんだ、そうなんだ、私 MV 撮影だってその2曲しかやってないもん、そうなの、私 MV 撮ったことその2回しかないんだよ、そうなんだ、私さ、自分の MV どんだけ出てるかなって思ったらめっちゃ出ててびっくりした、いやマジで羨ましい、本当にそう、ありがたいですよ、ありがたや、ありがたや、すごい、なんかこの線がさ、コラボ配信みたい、あ、確かに、こっちの画面で、ね、全然歌詞と同じ動画のリピート再生は1回しかカウントされないと聞きましたよ、じゃあ1回またなんか見て、ま、もう1回なんか見たらいいんじゃない、だからピッてやってピッてやってる、うん、MV? そうだから多分なんか広告とか出てきたら多分1個くらいなのかなって思って見てる、歌詞と MV の世界観がちょっと離れてるよ、確かに、なんか MV の世界観が決まったのに歌詞が後々変わることとか多いもんね、よくある、あるあるだからそうなっちゃうのか、そうそう、それに伴って振りも変わったりするからね、うん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 、終電とか振り変わったよね確か、そうだっけ、うん、変わった、必死だったな、お振りを覚えるのに、そう、お、たけぽんさん、お、たけぽんさん、あけましておめでとうございます、来る、ありがとうございます、来る、お話し会いつもありがとうございます、楽しみにしてます、また今年もよろしくお願いします、よし、見終わりました、ほら、これで多分ね1カウントだってなってると思う、うんうん、なんか見てピッて戻ってポッて押してっていう、ピッてやって広告出てきてスキップしてってやってる、パッてやってピッてやって、なので皆さんもぜひ見てください、一緒に頑張りましょう、うん、あのお正月もし、ま、あのゆっくりしてる方はパソコン開いて携帯開いてぜひショーファイト見てください、島田和幸あと元日公演のメッセージカードがおりんだったわーさん、おえー嬉しい、今日ね来てくれてもんね、ありがとうございました、
かずゆきはい、ありがとうございます。全部自分で回収。うん、トムさん寝不足でしょうにね。そう、若干眠いんですよ。ありがとうございます。年末年始はどういう風にお過ごしでしたか？私大晦日は家族で過ごしまして、今日は元旦公演の方に行かせていただきました。出演していきました。だから本当に行き違いだったよね。ね、そう、トムがアベモニから帰ってきた時に帰ってきてじゃねってなっていう感じだった。そう、本当も行き違い、すれ違った。眠かった。でも正月って感じだった。今日もいっぱいご飯食べて、でもさっき謎にお蕎麦食べたけどね。年越し、そう、年越し、確かに年明け蕎麦になっちゃう。なんか私がそう、もうあの大晦日公演やってからそのままカウントダウン TV 行って、うんうんうん、そのまま病院になったから、あの帰ってくる間もなく普通に、そう、私は私でカウントダウン TV であのどん兵衛を食べてて、あら、どん兵衛じゃない、あれ、赤いキツネと緑のタヌキはどん兵衛、それはね、まるちゃんだね。あ、そうなんだ。そう、じゃあまるちゃん、そう、それ食べて、まるちゃん、たぶん緑のたぬき食べてて、で、そう、あ、年越しそばだとか思ってたら、家帰ってきたら年越しそばがあった。やったね、明日もう一回年越せるよ。もういいかな。まるちゃんと日清で違いました。あー、失礼しました。お、怒られるね。ママがでも好きだよね。あ、そうなの？何が？赤いキツネと緑のタヌキ。あ、そうなんだ。なんかああいうカップ麺系好きなイメージあるけど、うん、なんかさ、これのさ次にさスクラップが出てくるのよ。おー、なんかちょっと嬉しいよね。だからトムのファンの方が見てくれてるんじゃない？トムのファンの方がショーファイトを見てスクラップを見ようかってなってるって、そのルートが多いからおすすめ出てくるんじゃない？嬉しい。かトムがそういう K のやつを見てるか、どっちか。 K のやつは見てる。そう、元旦公演何したの？元旦公演は最初に、あ、友達にショーファイトの URL 送ったの。さすが。ぜひとも拡散お願いします。あ、なんか飛んできた。あ、見えてしまった。イタズ隊長かな。紺の狐もある。あ、ありがとうございます。明けおめ、まるちゃん、タワーありがとうございます。お正月タワー。スクビルの友はバブだったって。だって18級くらいでしょ。自分たちの恋の恋に限っての、私もバブちゃんだから見てみんな。え、そう、それで1曲目にネモハモルーマンやって、いや、きつ、はい、でその後に書き初めみんな披露しながら自己紹介やりの、うんうんうん、次に、君のことが好きだからやって、昨日なるちゃんが練習してたな。あ、島田和之やっと今年も友お姉ちゃんを応援しております。震え声さん、なんで震えてるの？明けおめよろしくお願いします。ありがとう。なんで震えてるの？お姉ちゃまだから、まあ、さっき来てくれたからじゃない？こっちに。そうだよ、さっき。ああ、いた。そうそう、あら、あ、そういうことね。あ、この間もそうだったね。優しい姉妹に。それで次がハイテンションで、次がね47の素敵な街やって、で365やって、紙飛行機やって、桜の花びらたち、で途中 MC 企画やったりした。あ、じゃあユニットとかやってない？やってない、やってない。あ、そうなんだ。私は大晦日公演は結構ユニットばっかだったから、そう、里根投資飯をやった。あー、出たよ、巻き込み事故。びっくりしたよ。面白かった。そう、何も許可を取らずに、うん、そう、レコ大の間に考えてて、どうしようかつって、リハなかったのよ。ああ、そうなんだ。そう、みんなリハ期間がなくて、みんな忙しくて、うんうんうん、でリハないんで、リハない範囲でできるやつでお願いしますみたいな感じになって、うんうん、いや、リハないとはいえみたいな感じになって、
まあ、里根と練習しがてらセリフどうするみたいな話をしてて、ミヨンとかにもね、ミヨン赤組だったから相談してて、そうなあどういう感じにしたらいいかなとか言って話してて、そうでなあちゃんとかにもどういうのがいいかなとか聞いたりして、で、あこれでいいじゃんって言って、そういや知ってたら劇場を勝ち込みに行ったなドーンって、そうなんかスタッフさんにめっちゃ言われた、オイントやってほしい絶対嫌ですっつって、うん、何がちょうどいいラインなんだろうね、でもやっぱハートの独占権が一番ちょうどいいよ、うん、おしめしやってさ、だってさお姉ちゃまって来たくもないだろさ、絶対やだ絶対やだ、お姉ちゃまって来られたら、うん、いやこっち来んなよってなるからさ、自己紹介してた方がいい、おりんちゃまって言ってた方が全然いい、お姉ちゃまって二人合わせてめとおちゃまやばいやばい、茶番にもほどがある、多分ちゃんとやれって言われる、ね、絶対怒られる、やばい普通に怒られそう、うん、そう遊びじゃねえんだよ、里根にもでもあ、ミツですって言われてでもそう相手がね、そのまあ紅白みたいな感じだったから、うんうんうん、白組と赤組これって交互でやってて、うんうん、あの白組がね、その私たちの相手のその曲がりんちゃんとももちゃんと、うん、誰だ、りんちゃんももちゃん下尾だ、うんうん、あ強いで、ウィンクの銃弾だった、あ強い強いじゃん、うん、めっちゃかっこよくって、うん、で私さなんか練習しててなんかの時に、うん、えめっちゃいいね、そのあカウントダウン TV のリハの時にやってたのかな、うんうん、えそのメンバーのウィンクの銃弾めっちゃいいね、かっこいいねとか言ってて、うんうん、私てっきりさ8のコンサートでやるのかと思ったらさ、うんうん、紅白のさ白組の自分たちの相手のあれみたいな、あ一緒にやる方だったって思って、あまずいまずいって思って、いやもうこれはもう別ジャンルじゃないけど別方向で攻めてった方が絶対にいいって思って、うん、そうだねどうしようかって言って、大丈夫じゃんみたいな言ってたもん、フレコンのリハの時も、うん、トムさんとお示しやるんだって言って、あそうなんですか、どういう感じですかって言った、でもねまだねセリフが決まってなくてわかんないそうどうなるんだろう、だってなんかミーヨンとかなーちゃんとかがそれこそ なんかのリハかなんかのメイクしてる時に、うん、どうしようって話してて、うん、なーちゃんかな、なーちゃんが近くにいた時に、うん、トムが後ろでペラ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 喋ってて、うん、こうよしできたって言って、うん、でなーちゃんとかにも相談して、あいいじゃないですかって言って、ありがとうございますって里根って言って、何ですか里根セリフ決まったよって言ってどうって言って、そうで最後のやつとかもミヨンに、そのミヨンとユイリーナーちゃんあたりに聞いて、うん、どっちの方が面白いかなって、いや個人的にはこっちが好きですミヨンが言ってくれて、あじゃあそっちで行こうって言って、そう里根とは救済さになります、そうなんです、誰がね、ああ何もぎんでお示しやってほしいなってあったかな、やりたい、いやおぎさんやがりそうだね、セリフ変えないときついね、確かに、そうそうやりましょう、おぎさん、モリンって服部ちゃんと同い年、そう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 、服部ちゃん次チーム一緒でさ、うんうん、なんかあのそう明けましておめでとうございますって LINE 来ててね、優しい、仲良くしたいですって言ってたから、イエーって言っといた、なんでよなんでだよなんでだよ、そうなんか面白くて、そうとか言って、いやなんでですかみたいなことですごい突っ込んでくれるから、突っ込んでくれる、面白くて、面白い面白い、そうってずっと言って、面白いよね、本当に面白い、そうでもあやねちゃんがなんかショールームか何かで、あそうそう、私となんか私が私が好きなあやねちゃんっていう話をどうやらファンの人が垂れ込んでくれたら、違います、私が垂れ込んだんです、あんたかよ私がお話会の休憩中に会ったの、うんうんうん、で
彩音さんと2人になって、その時に、うん、そういえばトムとなんかえお兄ちゃん次どこのチームって聞かれて、うん、A ですって言ったら、あ、え A なのって言われて、うん、え一緒かと思ったって言われて、えどこなんですかって言ったら K なんだよねって言われて、え K なんですかってなって、うん、えじゃあトムと一緒ですねって話して、うん、えそうなんだよねって言って、でもすごいトムは彩音さんの顔がめちゃ好きって言ってて、うん、家でもよく行ってるんですよって言ったら、うん、えでもそんな感じ全然出してこないよって嘘、一緒にご飯行ったじゃん一回でもそうだからトムよろしくお願いしますって言った、嬉しい、一緒にご飯行ったじゃんマジ無理の時、一番最初の舞台のすごい昔あの時、そうそれより前に、だから私もともとその青木公園で見に行って、ソロでさ歌ってて、ピアノもやってたしソロの彼女もやった、そう彼女やってて、かわいいってなってその時初めてなんかそれまでね全然あのあんまり認識してなかったの私の中で、だからあのエイトの埼玉の子っていうイメージがあった、だからで私いつもさ公演見るときさメモバーって書く、誰々がどうだったとかバーってすごい書きながら あの公演見るんだけど、その時の公演すごい前半曲埼玉の子かわいい、3点埼玉の子かわいい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 みたいなずっと書いてあってキラキラとかすごい書いてあって、で最終的にあのもうちゃんと名前であえなちゃんかわいい、あえなちゃんのソロ最高だめっちゃ書いてあってそうで、あえなちゃんに声を書きに行くっていう、で真面目に一緒になったからこれがチャンスだって思って、ご飯お代理とサポート、あえ何それ楽しそう、前にご飯行っていいな、ちょっとだからでもお代理もね同じチームでサポートだけど、ちょっとまたねあの2人だとね緊張しちゃうから、またお代理を巻き込んでご飯行こうかな、おあショーファイトすごいよ、着々と上がってますよ、大正解数ありがとうございます皆さん、これからもこの調子で見てください、ぜひよろしくお願いします、すごい私もずっと見ておりますので、すごいそうって感じ、あにゃあと里根のなんだちょっと待って、にゃあと里根の次でいいんで、もぎさんとも時々仲良くしてもろってさん、ありがとうございます、わかりました仲良くします、いやいやいや私に来てる私に来てる、私は同じチーム次、いやもぎもぎ仲いいですよね、どれくらい、え結構うーんなかなかに、私の方が多分仲いいですけど、行ったなまあでも次同じチームじゃないから、ね、いやそうなんだよね、なんか今日それをすごい感じたのよ、何が、ああ今日 A の人はこっち、なんかリハとかの説明で、はいはい、A の人はこっちです K の人はこっちですって、うんうん、なんか並ぶところとかやって教えてくれて、はいはい、普通に K で移動しそうになって A の人ってやつにもう棒立ちしてたら、うん、オリエンって言われて、あそっかってなって、うん、普通にそれまでさその呼ばれる前までずっとさもぎさんとかさ、うん、小田さんとかと話してたからさ、うんうん、あそっかこっちなんだってなった、そう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 なんですよ、もうこれからはねあの K の人間ではないので、いやーでも向井チームもすごい今日楽しみになったので、いや楽しそうじゃん、うん、このチームも今日誰がいたの、 A は今日はせいなさん、ぐんまりやさん、私オンさん、あ意外と正統派、わかんない私のさお友達はさ、まあ、作法とかさ中央とかだからさなんかその辺のイメージがあるからさ、そうそう、あそうだそうだ、そういう人たちもいたなと、高評価やコメント量が多いと皆さんのおすすめに乗る率が高くなるらしいよ、お、じゃあ皆さん高評価そしてコメントよろしくお願いします、ショーファイト、はいぜひとも見てください、そうどうですか、あいやでもそう、誰か仲良くしたい人とかいるの、ね、いっぱいいるよ、いっぱいいるよ、いっぱいいるけど、まずナナさんかな、やっぱりナナちゃん、ナナさんすぐ仲良くなれそうだけど、いやーなれないです、
やっぱゆいりさんとも話するし、もぎさんとも話するし、みおさんとも話するけど、ななさんな、さ見かければお話するけど、うん、そんななんかなんて言えばいいの、そんななんて言えばいいんだろう、まだ絶対にもっと仲良くなれる。だってななちゃんってさ話しかけやすくない？うん、だからさ後輩がいっぱい行くじゃん、うんうんうん、そうするとさなんかあってなるのかもね。あもぎもぎとかって来ないじゃん、あんま来ない来ない最初来ない来ないって最初違う、そういう意味じゃなくてね、もぎもぎとかはさ最初さもぎさんって言う人そんなにいないからさ、うん、でも最近多いよ。いやもうそれはもう、いやだからさ違う、もうこうやってさその同じチームで馴染んでさ来たらさ、あまあね、もう分かるじゃん、もぎもぎが全然怖くない、ただの面白い先輩だっていうのが、うんうんうん、そうっていうのが分かってからだともぎさんって行きやすいけどさ、そうじゃなかったらさちょっと怖めじゃん。うん、そう。でミーヨンとかも行きやすい。まあでもミーヨン、ミーヨンなんか忙しそうな感じですよ、うんうんうん、なあちゃんもユイリー、ユイリーもなんか後輩いっぱいいるイメージ、うんうんうん、大丈夫ですか、後輩から話しかけられてますか、トムさんは。いや全然話しかけられません、ね話しかけられてんのかな。あでもエリーとか話しかけてくれるよ。姉ちゃんとこの間2人でご飯行ったし、うん、そう。あとはあとだ、あそう姉ちゃんね。あとはまあ里根ともご飯行きましょうって、まあナーナさんとかとご飯行きましょうって話してるし、うんうんうん、あとはいや私はもうチーム系でツッキーと仲良くなるから、おー着々と16期を、ツッキーおりんちゃん交えて16期と仲良くなってくださいだって。でも16期と仲いいよね。うわまあ割とずんちゃんとかでしょ。うん、ずんちゃんなんてさとか言ったらあれだけどさ、うん、ずんちゃんなんて超話しやすいじゃん、別になんか仲良くしようと思わなくてもまあまあ話せるようになりそうだし、うんうんうん、面白いから。面白い、本当に今日も面白かった。本当にすごいバラエティ向きだよね、関西人って感じ。いやもう本当に素晴らしい、ずんちゃんもう MC でめちゃめちゃ頼りになるだろうなって思って。確かになるよ、なるなる、気が利く、本当気が利くことを言ってくれる、うん、し本当意味わからんボケ方するから。そう、なんか今日クリスマス〇〇、うん、なんかキャプテンと以心伝心ゲームみたいなやつやって、うんうんうん、やったので、クリスマス〇〇さあ〇〇に入るのはってなって、うん、キャプテンがドンってまず自分の思うやつ出して、うん、キャプテンが書いたのを私と他の3人がチームメイトが当てるってやつだったんだけど、うんうんうん、K はだから新チームでやったのよそれを、うん、だからその真中が書いた答えを小田さんずんちゃんで茂木さんしかいなかったから小田ちゃん、小田さん、ちょっと言っちゃった、小田さんとずんちゃんで当てるってやつだってやってたんだけど、うんうん、クリスマスイブ3つまで候補出せるのよ、うん、クリスマスイブ、クリスマス、まあ、なんかなんだっけな、まあ、ケーキとかその辺、うん、3番目にクリスマス鎖骨って書いてて全然意味わかんなくえってなって、そしたらなんか真中がクリスマスの近い日になんか鎖骨を出してる女の女性っていいよねって言ったらしくて、だからクリスマス鎖骨って言ってて、いやむず、わからん、本当に面白かった、なんかボケ方が意味も本当面白かった。そう全然違う方向で来るから面白いんだよね、うん、そう。あとは若い子、若い子っつったってさ私以外、私がより下がもうみんな後輩だからさ。確かに、だって一番上でしょ、うん、一番上、一番上だってびっくりしちゃうね、びっくりしちゃう。まあそう、ミャオさんが本当は上だったけどさ、ミャオさんも卒業発表してたからさ。まあでも私はあのモギモギも巻き込んでいくスタイルでいくからまたしても。確かに、でもさ今のチームでもさそんななんか先輩感ある人って、まあとも先輩感ある、私から見たら分かんないけど、まあね、でもあるんじゃない。そうそうそう、そんなあるか、
それは AKB 全体で2番目だから。そうなのよ、多分ユキリンさんの次なの、もう年が。あ、そうなんだ、うん、サッホーとトムが2番目。へえ。大江さん卒業して、美和さん卒業して、そっか、そう、横山さんも卒業して、そう、もう次なの。そう、この間さ、そう、17期のオーディションがさ始まるってなったじゃん、うんうん、17期入ってきたら干支一周とか余裕だろうねって話してて。何歳干支一周だった？ね、15。いそう、いるよ、絶対いる、絶対いる、そう、絶対いるじゃん。で、しかも、いや、下手したら埋めるんじゃないって話になって、いや、さすがにっていう話になって、うん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 、でもゆきりんさんは埋めるねっていう話になって。へえ、そうそうそう、すごいっていう話をね、この間誰かとしてたんだよね。だって私の代応募できないかったもん。私の一個下の代からギリ応募できる。ああ、年齢制限。そうそうそう、何歳？20歳。うん、でも20歳までなんだね、うん、もっとなんか18までとかだと思ってた。ああ、まあ、ゆきりんとまなか、れいちゃん、えりとかの世代が絵と一緒だって。あ、そうなんだ。ね、へえ。そう、れいちゃんとこの間ご飯行ったんだけどさ、いや、れいちゃんしっかりしてる。本当にしっかりしてるよね。本当にしっかりしてる。あんな、私あの年の時あんなしっかりしてなかった。すごいなって思ってて、いろいろなんか考えてて。すごいよね。うん。いや、未来が楽しみだなと思いましたよ、うんうん、私は、れいちゃん。そうしてるうちに、ショーファイトを着々と見て。あれ、アンニーさんってトムより年下なの？下だよ、1個下。そうなんだ、年上だと思ってた。時は1個上だけど、年は1個下。へー。そう。レナッチさんも卒業発表してさ。うん。そう、レナッチさんとだってさ、よく公演後一緒に帰ったりとかしててさ、二人で、うん、その時私もさ、根立さんもさ、お互い高校生とか中学生でさ、なんか制服とかで買っててさ、あ、そう、なんか、あーって、懐かしいですねっていう話をこの間なんかでしてたの、いつだっけ。へー、大家さんの卒業公演かな。だってなんか私とさ、二人で一緒に行ったラーメン屋さん食べながらさ、なんか、あ、ここレナチさんと前来たことあるとか言ってたよね。あ、レナチさん、そう、レナチさんになんか、そう、私がすごいなんか、あの、ラーメン食べたくて、レナチさん、あの、お願いします、ご飯言いましたんか、え、今からみたいな、ラーメンでいい、ラーメンでって言って、あ、ラーメンならって言って、いいよって言いそう。ラーメン早いから、いいよ。まあでもあっという間ですよ。でも気持ち的にはね、そんななんか年取ってる気持ちではないので、あの、気持ちは若く頑張っていきたいと思いますよ。頑張れ27歳。でもね、今日親戚の家でいちいち年言わないでと怒ってたよね。なんか言ってた、うん、なんだっけ、なんだっけ、親戚に27歳って言われてて、うん、いちいち年言わないでくださいって言ってた。そんな風に言ってたっけ、うん、もう覚えてないや、全然。面白かった、笑ってた。そう、なんか、そう、年齢だ、だって普通に私ゆきりんさんの次だけど、年齢ね、うん、選抜メンバーとかこうやって見て、いや、年齢言わなきゃいけんなって思うもん。あ、でもメンバーみんな年齢わかんないよね。わかんないから、稲垣香織ちゃんを見て年齢を当てられてる人は絶対ないと思う。無理無理無理、あれは無理。稲垣香織です。そう、香織ちゃんね、香織ちゃん面白いね。香織ちゃんと仲良くなるのもちょっと今年の目標にして、まあ、それはもうぜひ私がもう仲人をやらせていただいて、うん、本当に面白いんだよ、だってこの間の
周年の時かな、うんうん、なぜ謎に、うん、なんか待ってる時間があって、うん、なんか移動待ちの時間があって、うん、ゆかり、うん、私、うん、みゆう、稲垣ちゃんの4人で話してたからです、うん、おー 12期同期の中に香織ちゃん1人がいて話しながら、うん、そうめっちゃ面白かった。意外としっかりしてるんだよ。でも私だって勉強教えて大学の勉強分かんないところあって、うん、リクアワ期間、うんのリハでやってて本当にもうできない、マジで無理だ、もうどうしようどうしようって思いながら、うわ無理だって香織ちゃんにずっと言ってたの、うん、なんか16期の前でそれを出すのはなんか違うなと思って、うんうんうん、香織ちゃんと2人になった時にもう無理だってやったら、うん、教えてくれた。教えてくれたの。あうちこれ分かるよって言って、いや分かるのってなって教えてくれた。すごいな、頭いいな。なんかお金系のあれだったから、簿記とかそっち系か。意外と資格マニアなんですよ、香織ちゃん。香織ちゃんなんだっけ、大型の車の免許持ってるんでしょ。そうめっちゃ面白いね、あれトラックとか運転できちゃうんだすごいよね。そうだってなんか車で移動がうんぬんかんぬんみたいな、すごいよな。車の免許持ってない。私は持ってます。私は持ってないんだよね。持ってます。気象予報士とか FP とか持ってるくせに車の免許持ってないんだよね。いやダメだ、でも何かあった時に私は一人で逃げれるけど逃げれないね。いや自然災害の時は予知してくれるかっけえかっけえやばい、なんか来るんつかっこいいかっこいい。そうまあ卒業してからからな、どうも。確かに時間ないとね。うん、なんかペーパーになりたくないじゃん。ああ私はなりつつありますからね今ね。そうそうそう、だからちゃんと動ける乗る環境になったらそうやりたいな。年取ると車の免許取り、あとさなんかその東京だとさ、うん、電車だからぶっちゃけ車いらない。まあそうなんだよね。そう番組で撮りに行けたらいいのに。確かにそれはいいな。そこに今見えるのに、いい曲だよね。本当にいい曲。魚伝説のってつけて魚が曲名ではない。やめてやめて、伝説のがどちらかというと大事だから突然の伝説の魚が確かにって言われたって。確かにそこに今見えるの。あすごいショーファイト、なんか着々と上がってて嬉しい、うん、私。えそう今日さ、なんだっけ、お見送りの時に一番最後の人が行った後に、うん、マナカ、モギさん、私で並んでたの、うんうん、そしたらマナカが最後の人が行き終わってグッバイって言ったの。君の、そしたらモギさんが君のって言ったから運命のって私が言ったの、うん、そしたらモギさんが続いて運命人はって言ったから、うん、あ今度また私だって思って僕でしたって言ったらめっちゃ受けて嬉しかった。しょうもないマジでしょうもない本当におもろかった。グッバイ君の運命の人は僕でした。もぎもぎでも絶対それ笑って悔しがってるよ。うわこんなしょうもないの笑っちゃったよって思ってるよ絶対。うわ絶対面白くないのに笑っちゃったよって思ってるよ。日本シーンってならなくてよかったねって。いやでもそういうの勢いですから、うん、勢いだから、うん、こうあと公演割は大体みんな疲れてるから何でも笑ってくれる。ああ公演後の楽屋ってなんかすごい愉快な時あるよね。愉快ですね。A だとボケづらいって。そんなことないよ。何それ。って
あ、ちょっと勢い助走足りなかったな、今ちょっと助走足りなかった。それはね、面白くないね。ごめんなさい。でも確かに、でも千織さんいるからさ、うんうん、あれはまた違った面白さ。そうなんだよね。私千織さんじゃない。あのね、なんとかなブスシリーズめっちゃ面白い。なんだっけ、写真に、そう、写真撮る、なんかプリクラに写る時のブスみたいなの。そうそう、大好き本当に。歯が乾いちゃった時のブスみたいな、なんか大好き。やってって言ってね。分かった。言う。面白い本当に。千織面白い。本当に面白い。なんかさ、物の名前言ってその顔できるのすごくない？あ、ハンガーとか、うんうん、パンスとか言ってもするし、ハンガーマジでなんかなんかできるかなって思って挑戦したことあるけど全然できなかった。難しいよね。なんでここの口がそんな分かんのそれはその顔はあれですよ、あの自分のライトを食べようとする提灯やそのしゃくれてるやつ。千代チャンネルにお邪魔した方が確かに、確かに見たもん。それ顔をどうやったらできるのか。そう、面白いよね。星が何なんだろうね。鳥の真似もしてた。あ、そう、ね、鳥すごい、あのこういう、うん、いるもんだって。アメリカのアニメにああいう鳥、ああいう鳥、カートゥーンでちょっとするやつでしょ。いるいるいる、見たことある、あの鳥やってなるもん。そうなんだよ。さっきからゾゾタウンのね、CM いっぱい出るね、うん、チーム別に AKB48 の公式チャンネル作ってほしい。多分編集する人がいないね。そうなんだよね。結構みんなさ、でメンバーがやりたいですって言っても編集、じゃあやってもらって、編集がってなるから。でもなんかね、 YouTube できたらいいよね。もっとなんか、なんだろう、なんか SNS って大事なんだなって思うよね。 SNS ね、私 SNS 苦手だからな。その中私はやっぱりインスタグラムはねちょっと頑張ってると思うよ。どうなの今、目標達成した？まだ、あと何人ぐらいなんですか？10万人を目標で今 9.3、 あとちょっとで 9.4 ぐらいになるかな。だからこのお正月休みとかで 9.4 行ったら嬉しいなと思っているので、うんうん、フォローよろしくお願いします皆さん。あー、しっかりしっかりしっかりだ。ぜひぜひ写真たくさんあげるので私もお願いします。フォローしてください。なんか年始は買い物とかするの？でもなんか思いのほか寒すぎてどこも行く気が起きない。違うの、これは、スヌードって言うんですか、うん、スヌードね、マフラーを、そう今ね、2つ持ってるんですよ、うん、チェックのやつとマッシュ2つつけてんの？違います、そんなわけない。すごいことになっちゃうでしょ。そんな首長くない。でもなんかマフラー、なんだろう、なんかさ、ラフな格好、レッスン着とかに、うん、そのなんていうのって被れるスヌードが欲しいの。あ、はいはい、ちょっとなんかスウェット生地みたいなやつの、なんかここまでいけ、なんかここキュッみたいなやつ、うんうんうん、黒いなんかちょっとスポーティーなね、そうそうそう、スキーとかで使えそうなやつ、うん、あ、私はそのスヌード白いモコモコのやつが欲しいね今。あ、持ってそう、持ってそう。黒のモコモコは持ってるんだけど、あ、違う、モコモコが欲しいの、ネックウォーマーじゃない。あ、違うの？違う。あと手袋。あ、すごい、今日着々と再生回数伸びてて嬉しい。今何回なの？
25,197回。そう、そんな細かに分かるんだ。そう、ちょっともうちょっと上目指したいですね。まあ私も今日明日明後日もずっと見るんで、ツイステと同じくらいやっちゃう。おー、皆さんツイステやってる方々今日ログインしましたか？今日は10連勤もらえますよ。リリアの誕生日ですよ。そう、親父様、親父様。待って、え、何あれ、 TikTok に乗っけよう。いい、いい TikTok に乗っける、乗っける、これ乗っけようって思って持ってきたものあるから。うん、ちょっと分かんなかったけどなんとなく分かったので楽しみにしててください。そう、あ、ツイステログインはサテミスターだって。お、ぜひぜひ。あとリンは上下のジャージが欲しいでしょ。そうなんですよ。なんで？このだってリハがあるじゃないですか。確かに、うん、で2月のコンサートもあるじゃん、うん、で舞台もあるので、ね、うんうん、なんかノージャージノーライフになりそうだなって思って。あ、確かに、わかる。なんかさ、そういうもうレッスンとか稽古の時ってさ、あの外に着ていけるジャージめっちゃいいよね。そう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 。私もなんか1個くらいしか持ってないや、そういうのセットの黒いジャージとかね。たまにさ、ジャージでおしゃれに着てるメンバーとかいるじゃん、うん、いいのって思って見てるから。でも意外と探すとないんだよね。一生懸命探してるんだけどさ。まあ、むずいよね。なんか室内で着てるのは、あ、分には、あ、おしゃれだなってなるけど、外にじゃあそれを歩いて着れるかって言ったらまたちょっとさ話が変わってくるみたいなやつなんじゃん。まあ、ね、ちゃんと外でも着れるやつがいいよね。確かに。ツイステ誰が好きですかって。ケイトとラギーが好きです。私は、フロイドとアズールが好きです。まあフロイドかな、一押し。一押しは、あ、そう、以上、そうだよね。うん、メルベン。皆さんフロイド調べてみてください。すごいキャラだから。そう、えみたいな感じで、小エビちゃんって言ってる。え、なんだよみたいな感じの。あ、インスタフォローしてやってありがとうございます。ウラキモのジャージとかいいよ。あー、出た、ウラキモ。私になんか2本くらいね、うん、持ってるんだけどね、うん、ウラキモのジャージはあったかい。ウラキモ、私ずっとカタカナだと思ってたんだよね。ウラキモみたいな。え、そう、ウラキモ、え、なんかエスキモみたいな感じで、ウラキモだと思ってた。ウラキモバリバリの感じでした、日本語だった。え、トムちゃん滑舌良くなった、わかりますか。聞いてください、皆様、ご静粛に。トム様から重大発表がございます。重大発表です。私、あ、CM 入ります。早くない？私、なんと、お、年末に全 CM 入りますってやつじゃないっていうやつでしょ。まあ、あの、ちゃんといきますね、はい、私、はい、武藤トム、はい、卒業発表するみたくなってるよ。こんなさ、こんなさ、なんか私武藤トム年末にとか言ってやばくない？え、じゃあ卒業発表風に言ってみて。私、え、トムちゃん、え、じゃあ配信見てる人やろ。ここで重大なお知らせがあります。待って待って、やばいよ、トムちゃんもなんか重大な発表するって、やばいやばいやばい。え、これ、え、え、やばいんだけど、え、待って、この準備できたな、え、待って、え、待って、待って、私、え、待って、やばい、やばい、待って、ね、どうしよう、聞くしかないよね、聞くしかないよね。武藤トムは年末に、え、年末ってもうすぐじゃん、え、やばい、矯正が取れました。よかったね。はい、そうそうそう。そうなんですよ。あの、まあ、取れたって完全にまだ終わったわけじゃないんですけど、とりあえず、あの、私ずっとね、このコロナ入る
コロナ禍になる直前くらいから、うん、あの裏側矯正をしてたんですよ、ずっと、あの針金のやつね、うんうんうん、で、あのオリンもね同じタイミングちょい後くらいから始めてたんですよ、オリンはね。そうなんです。でもあのオリンはすぐ取れたんだよね。そう、わりかし早めに、うん、夏には取れてたかな、去年の夏くらいには取れてたよね、うん、で私はなんかすごい早く始めたのに全然取れなくて、で、あのこの年末にあのやっと取れたんですよ。でまだあの終わってなくて、あのマウスピースのね、あの、うんうんうん、あのまだその過程なんだ。そう、あの固定、あの動かしたやつが元に戻らないようにっていうマウスピースをつけなきゃいけない、うんうん、今ちょっとご飯さっきまで食べてたからつけてないんだけど、お蕎麦食べてたからね。う、うん、でそのなんだろう、マウスピースでもとりあえずその裏の針金が取れて、やっと私はあのなんていうの、滑舌悪いあの感じから解き放たれて、まあもともとあんまり滑舌いい方でもないんですけど、あのそれで口内炎もね全然できなくなって、おめでとうございます。もう幸せ、本当にお正月のご飯が本当に美味しくてありがとうございましたって感じでした、うん、はい。だがしかしそのマウスピースを乗り越えましたら、またね細いワイヤーがね後ろにつくんですよ。嘘でしょ、本当に。今私それですね。え、細いワイヤーだからマジで違和感。口開けて今。やだよ、なんで。違う違う、こうやって開け、絶対は見えない、見えない。じゃあこうやってこうやって、あ、本当だ、何それ。これがつきます。嘘でしょ、やだ、なんかすごい衝撃だったな、それは。でも違和感はない。あ、そうなんだ、うん、滑舌影響はない思ってるよ。それどんぐらい続くの？これはね、なんてね、いつつけたっけこれ？ 11 月ぐらいにつけて、11、12、うまくいけば3ヶ月ぐらいで取れる。長いな道のり。でもまあ一旦取れたんで、あのちゃんとね滑舌の練習もねもう一回ちゃんとし直そうかなとか思ったりとか、あとねそのこのね矯正する直前くらいになんかちょっと自分の中で歌い方変わったなっていう感覚があった。あ、でもそのタイミングで矯正つけちゃったからまた元に戻っちゃったの。あららら、ら、だからそれがまたなんか感覚戻って歌とか歌いやすくなったらいいなとか思ったりするんですけれども、まあでもとりあえずね、あの1回なくなったんで本当に嬉しい。ありがとうございます。嬉しいよね。そうって感じの私の私あの個人的重大ニュースでした月曜から4日しみたいな個人的重大ニュース、個人的重大ニュースそう、もうね、かつあの口内炎ができないのが一番いいね。あとこの息七二、息七二、この胃弾、胃弾がね全然言えなかったの。息七二みたいな、スティッチみたい。そう、息七二みたいな感じ、チッチみたいな感じで、うんうん、似てないわ。Okay. チッチ、チッチ、ニャンチュ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 かな。チッチ、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 リロ大好き。チッチ、リロ大好き。ちょっと違う違う。なんか詰まってるおじいちゃんみたいな感じ。チッチ、スティッチ、リロ大好き。うん、違う。リロ大好き。ちょっと違うな。おじいちゃんが死ぬ間際に放った一言みたいになって。みんな大丈夫。どうしたのおじいちゃん。大丈夫だよ。落ち着いてね。ああもう本当に。そう、ガムとか食べれちゃう。あ、え？それはすごい。今食べれないもん私だって。だってもう高校生の時とかガムめっちゃ食べてたのに私。ボトルでさ。なんかね、入れてた、入れてる人いるよね。入れてた。まあさ、だってあの高校生お腹すくじゃん。うん、すく。でもさ、食べたら太るじゃん。うん、太る。だからずっとガム食べてたの私。登下校私ずっとガム噛んでた。そうだ、ずっとガム噛んでて偉発達しちゃったね。偉いこっちゃ。
お前今勢いで引き落としただろ。引き落とした。ここで今話したらちょっといけんかなって思ったでしょ。思った。嘘は甘くないぞ。そう。でガム噛んでたから、そう最近ガム噛まなくなってたから。クロレッツの緑が私のお気に入りでした。ああ私ねなんかすぐなくなっちゃった。あれ名前なんて言うんだろう。リカルデントのカラフルなやつ。違う、うん、ちょっと待って、なんかね眠り小腹がみたいなやつ。でもねなんか全然人気なかったっぽくて、うん、すごい安売りに、ね、なってた。ちょっと調べよう。最後の方すごいセールとかやってて、へなんか安売りなんかスーパーとかで安く売ってて、そんな私大好きなのにって思ってガンガン買って喜んでたらなくなった。廃盤。名前忘れた、ちょっと調べよう。マスオさんもびっくりだよね。本当に。マスオ、タラちゃん。ガムが安い。全然似てないからな。全然似てないからな。ニュアンスだけだから。マスオさんもびっくりや。そういえばさ、うん、なんかさ、サザエさんのあの遊び楽しかったよね。ああそう、皆さんサザエさんの遊び。あのね、私たちが面白い遊びを皆さんに伝授します。はい、あのサザエさんの、うん、あのまあ話あるじゃないですか、うん、大体1本10分ぐらいか、うん、あれで早くあのその話のオチをあのオチを考えて正解した方が勝ちっていう、そうゲーム面白いよこれ。全然正解しないから、あそこでノリスケ出てくるとは誰も思わない。いやそうそういう話みたいになるよね。そう感じになるから、ね、ぜひねあのおすすめ、これめっちゃ面白いけど超難しい、難易度めっちゃ高いからぜひやってほしい。この間さなんかサザエさん見んのみたいな、うん、私サザエさんとかちびまる子大好きだからさ、うんうん、で見ててさなんかおりんがサザエさん見んのだよ、ね、私がその時東京リベンジャーズとかハマってたから、アマプラで私サザエさん見たからさ、うん、で見ようよとか言って、なんか多分そんなになんか面白くなかったのか、じゃあさサザエさんの結末当てた方が勝ちっていうゲームしようって、こうやって2人で見んの、全然わかんないぞ絶対これカツオがサザエに怒られるよとか言ってたんだけど、マジで全然違う方向に進んでったよね。そう普通にノリスケさんがいきなり現れて、なんかみんなでパーティーしてた。そうそう、ねこれ私がずっと食べてたやつ覚えてる？いや初めて見た。そうこの CM 覚えてない？このさこの CM、 あ親指姫だけ覚えてる。なんで？なんかリカルデントのスマートタイムってやつめっちゃ好きで、もう廃盤なんですけど、あのプリンセス姫たちがね、あのなんかあの談義階段談話してて、うん、で階段ちょっと待ってください階段って何ですか？階段あ対談階段違う階あの会うね、あいやああびっくりしました、私登る方かと思っちゃった。あの話してて、シンデレラ、人魚姫、白雪姫、かぐや姫、親指姫で、これからの新完食ガムって言って、うん、ガムで小腹って、なんか姫たちもメタボ、ガムで小腹、リカルデントスマートタイムっていう、そういうあのそれがねすっごい好きだったんだけどね、なくなっちゃったんだよね。ダメだよ、もっとお芝を押せるときに押さないと。確かに、だからね死ぬほど食べてたんだけどねやっぱりね私が多分食べ尽くしたんだよ。逆にそう記憶にないって。 AKB は自分が学生の時に CD いっぱい買ってました。ありがとうございます。今の AKB もいいよ。ネオハマルはぜひチェックしてください。あったあった、あ覚えてる人いる。全然覚えてない。まあ覚えてないよね普通。私は覚えてなかった。あすごい、そんなこんなしてる間に、そんなこんなわけでちょっと多分100回くらいあのショーファイトの再生回数増えました。すごい、皆さんもうちょっと見てください。よろしくお願いします。わ褒めてくれなかった厳しかった。その調子です、その調子、厳しかった、その調子です。もっと見ましょうそう、なんかちょっとトロッとしてるやつ、美味しいんですよ。私さあれが好きだった、ちっちゃい時あのさ100均とかで売ってる、うん、
なんていうの、超長方形のブルーベリーのガム。味すぐなくなっちゃった。味がすぐなくなっちゃった。味すぐなくなっちゃったけど。美味しいんだよね。めっちゃ美味しいの。最初のね、2分間ぐらいがゴールデンタイム。板のやつでしょ。そう、板のやつ。そう、あの、板で1枚、1枚、多分1回1枚なんだけど、もう2個も3個も口の中に入れて。そう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 。幸せだよね。あれ幸せ。わかる。あのブルーベリーのガム美味しい。私もあのブルーベリーのガム一時食べてたわ。あれ美味しい。でもほんと秒で味なくなる。うん、そう、味すぐ。そう、でも美味しいんだよね。美味しい。なんで私も食べてたなそれ。 AKB のショーファイトって YouTube で見たらいいのかな。そうです、 YouTube 公式です。 MV フルショーファイト AKB48 公式、あのハッシュタグでカップリングリカーは対象曲って書いてあるので、皆さんぜひ見てください。女の子たちがボコボコに殴り合ってます。いや、まあそう、結構かっこいいんでね。かっこいい。これ最後終わり方いいよね。最後いいよね。なんでこんなボロボロになってんだろう。ロッテのブルーベリーガムだ。あ、それそれそれ、絶対それ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 。私はそのガムで風船ガムができるようになりました。え、あれって風船ガムなの？じゃないけど。あとはさ、なんか友達が食べててさ、あの避けるグミわかる？結構最近もある。避ける、チーズしか知らない。違う、なんかこうやってね、こうやってなんかなみなみしてるやつでこうやってピリピリって開けて、知らない知らない知らない。友達が食べてて、最近なんかツイステとコラボしてて、またなんか久しぶりに見つけて買わなきゃ、そう食べたんだけど、そう、これをそうやって一個なんかね、波々になってんの、うん、そうね、この波のねあれに沿ってこうやってなんかめちゃめちゃ細かくして食べるんですけど、そう、サケルグミ。まあ、サケルグミ好きだって。ああ、そうそう、あれは美味しい。結構モバイル票自分たちの声に限って握りました。ありがとう、嬉しい。モバイル票ショーファイトにぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、嬉しいです。ぜひとも、あれなんかポイントでね、あの100ポイント1票らしいので、あのなんかねポイントがあるのよ、あのモバイルのやつでしょ。そう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 、私も自分の持ってるやつ全部ショーファイトに入れたので、皆さんもショーファイトよろしくお願いします。iPhone と iPad で見ますね。はあ、ぜひ二刀流、あの持ってる端末、ありとあらゆる端末で、 ありとあらゆる端末を駆使して一緒に見ましょう。はい、はい、モバイル票は自分たちだよ。モバイル票はショーファイトに入れて、ありがとうございます。ショーファイトに投票しました。ありがとうございます。父と母にまた飲みます。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。清き複数票を、いやもう本当に複数票ございます。モバイルログインに苦戦しています。あ、わかる、私もさっきちょっとね手間取ったんだよね。でも全然難しくて、でもちゃんと無事入れたんで多分入れると思います。頑張って、頑張れ。はい、 YouTube 課金税なので頑張ります。あら、広告が出ない人ですね。そう、あれいつも迷うよね。なんかさ、やっぱこの広告を見る時間をなんかその人生無駄にしていると捉えるか、でもお金を無駄にしていると捉えるか、結構あのね、時間をお金で買う、あの難しいなと思うんですよね。これなんか意識高い人は結構なんかお金課金して、ね、うんうん、あのスムーズに効率化を図る方が多いですイメージあるけど、まあ、いろんな意見がありますから。そう、難しいよね。まあたった何秒だしとか思ったりする人もいるでしょうし、それがちりつもになれば、まあまあまあ、ポイント全部使ってきた、ありがとう。山ができる、出た、隣の人とこうやって山作るやつでしょあ、すいませんって言って山作るやつとりあえずありったけの友達に自分たちの声に限ってとショーファイトの URL 送りつけますだって。ありがとうございます。ありがとうございます。今家中でショーファイト流れてる。ありがとうございます。ショーファイショーファイショーファイショー、あの音声一個切ってもあの1個だけ流しててるのでも大丈夫なのでね、あの楽しい感じでいきましょう。また来るんかーいって。広告って5秒でスキップできるので、あ、物によるよね。30秒とか見なきゃいけないやつたまにあるよね。たまにね、たまにあるよね。そうそう、そうなんです。今何時、あ、縦になっちゃったよ、トムさんの画面。なんで、たまになるんですよ。
それはね一回ねまたねこうやってやってこうやってやるんですよ。なんで？え？え、でもさこれさ一回携帯こうやって撮るやん、カメラ押さえるやん、こうやってやるやん、こうやってやってカメラ押さえて縦にする、戻す、戻る、おお。すごいな、プロじゃん。何年配信してると思ってるんですか。いや私もね。ね、最近あるあるなんですよこの現象。あ、そうなんだ。そう、12月全然できてなかったんですよ私。そう、何時までこれやる。今何時。そうね、大体ね。懐かしい。これ今の時間？うん、17時ぐらいまでやる。23時まででいいんじゃない？珍しい、こんなに長時間やるの。まあ、お正月ですから ね。ですし、みんなもその方が勝敗と見るでしょう。トモさん古いですって言われちゃった。じゃあ何の話する？どうしよう。でもいっぱい話せるよ今日は。そうだよ。もうなんてやったってね。ちょっとしばらくゆっくりできるんでね。私は明日 NPP でございます。あ、出た。なんだっけそれ？ニューイヤープレミアムパーティーだった気がする。なんか若い子たちでやる。そう、フレッシュ選抜。何の曲やんの？え、危ない。普通にそうやった。普通にそうやった。マジで危ない。危ない。ショーファイトやる。ワンちゃん、ワンちゃん、猫ちゃん、おりんちゃん。なんか本当に私病気だと、病気というかなんというか、今日もなんか普通にもぎさんが司会でみんなで MC やってたんだけど、もぎさんがいいのワンちゃんあるかもしれないねって言った時にすっごい痛くなったんだけど、ワンちゃん、猫ちゃん、おりんちゃん、頑張って抑えた。危ない。本当にね、頑張って抑えた。行ったらはぁって言われるよ。とんでもない空気になると思ったから、さすがにチーム K ではの公演ではないしと思って。確かに、いや、チーム K の公演だったらまあ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 。いやでもチーム K の公演でも拾ってくれる人限られるな。そうなんだよな。そう、そう、もぎさんはワンちゃんってよく言うんですよ。確かにワンちゃんって言ってるイメージある、うん。昨日、うん、なんか、まあ、メイクしててさ、カウントダウン TV ってもぎもぎがいてさ、うんうん、なんか、まあ、メイクしてて、うん、あのメイクで前髪留めるピンをこうやって使ってて、なんかゆいゆいが、うん、なんか、もぎさんそれみたいな、うん、なんかなんて言ったんだっけな、もぎさんそれどうしたんですかみたいな、うん、感じのこと言ってて、うん、で多分その羽ピン、うんうん、メイクのピンが、うんうん、8のやつだった。お、え、なんか8のピンがあるっぽくて、すごい。で、え、何これ、8のやつだみたいな、そんなのあるんだ、うん、なんかメイクさん、なんかそれどこにありましたみたいな、ここにあってみたいな、なんかみたいな、あ、それ多分私のですって言って、ゆいゆいがなんかゆいゆいの聞き方めっちゃ面白いなって思って、なんかそれどうしたのっていうその意味。確かに言えないもんね。ゆいゆいのを、あの、優しさ間違えて、あのメイクさんのだと思ってもぎもぎが使っててみたいな、ごめんって。ゆいゆいさんの優しさですね。ゆいゆい面白い。もぎちゃん今日の配信で泣いてて可愛かっただって。あら、なんで泣いたんですか。大丈夫もぎさん、どうしたのもぎさん。今日もぎさんの習字めっちゃかっこよかったんだよ。なんて書いてたの。もぎのターンっていうの、受ける、かっこいい、めっちゃ筆圧遊戯王じゃんって書いてたね。嬉しいナビだ。
嬉しいことがたくさん。カウントダウン TV かな、みんなが喜んでくれて嬉しくて泣いて、かわいい、かわいい、そのもぎそういうとこいいよね、かわいいですね、すごく。あ、やっとユーナーもぎ読んで出れたって言って、そうなんかめっちゃうおーって私もテンション上がったのが、ヘビロテ、そうユーナーもぎ読んでさ、ゆいえが一人前にいて、うんうんうん、その後ろがユーナーもぎ読んで、うん、あれはたまたまなの、誰考えたのって言って、いやたまたまじゃないと思う、普通にあのスタッフさんがやったんだと思う、ほんと素敵、そうツイッターのトレンド入りだって、すごい、そうだってユーナーもぎ読んさ YouTube めっちゃ頑張ってるもん、うん、だってさすっごい忙しいはずなのにさ、なあちゃんとかが編集してるの見ると、ね、どこにそんな時間あんのって思うもん、1日27時間くらいあの人あると思うってもぎもぎが言ってた、確かに寝てないのかな、ほんとすごいよね、すごい、トレンド上がってたみたいだね、嬉しいね、なんかそういうメンバーの喜び、うんうん、でも99人の壁、うん、私が出た時になんかそのおすすめトレンドみたいなのに、うん、私がのあの入ってた時間帯があったらしくて、それすごい嬉しかったの、でもスクショすればよかった、スクショし、あのねもぎもぎがスクショして送ってくれたの、優しすぎる、優しい、えスクショしてって言って、なんで載せなかったの、えなんかね違う、あの大家さんのさ卒業公演のタイミングで、でしかもなんかその日すごい忙しくってなんか載せる暇なく、あのあれになっちゃったんだよね、日付が変わっちゃって、まあそれでは載せた方がいいよ絶対、私は載せるの夢ですよ、自分がトレンド入って、でもおすすめトレンドだったから、私が抜けるときはあのちゃんとトレンドに入ってるときにしたいね、おー、はい、私はおすすめトレンドでも載せます、えいかさんすごい、タワーありがとうございます、嬉しい、ありがとう、今年も会えるの楽しみにしてます、トムちゃんは何を見てるのって、あここにねパソコンがあって、ショーファイトのねあのミュージックビデオをずっと流してるんですよ、あのカップリングリクアワがあの投票が1月の4日の23時59分までなので、あのそうこれをね流して1回でも多く再生回数を稼ごうと見ているので、みんなあのよかったら見てください、よろしくお願いします、そうユイリーのサスケからのトムさんの99人の壁がリレーみたいで良かったですね、あそうそう、その日ありがとうございます、でも2人とも劇場公演に出てるっていう、その時間帯にそう、でもそのノロさんが一緒だったの、99人、うんうんうん、ディズニー、でもめっちゃなんかそのあのディズニー空間超幸せで、いいな、そうめっちゃ勉強して勉強したやつとか超出てたんだけど、なんか自分の答えるタイミングじゃなかった、あだから来てるよ、あ、本当だすごい、エイカさんまたまた、愛のこもったタワーです、愛のこもったタワーありがとうございます、スペシャルなタワーが来ました、嬉しい、ありがとう、そうクイズ番組のさ難しいところ去年ね認知したので今年も愛の楽しみにしてます、はい、クイズ番組の難しいところってさ、自分が答えられるときにその問題が来るとは限らないじゃん、そうだよね、そう逆にさ自分がすごい今まで分かってたのに急に自分のところで分かんない問題来ちゃったりとかするからさ、なんか、ね、それがすごい悔しくて、でなんか早押しとかもねめっちゃ押すの、うん、ペペペペペペって押すんだけど、もうねみんながこうやって押してるから誰がつくのかもう全然、うん、早押しっていうかもう運ゲーみたいな、うん、そうあれめっちゃ悔しかった、歌とか歌いたかった、でも一回プレテンダー歌ってたよね、それは前のやつね、プリテンダー歌ってあれはびっくりした、私あプリテンダーなら歌えるかもって思ってピッ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 ってやったら自分のとこにいる私ですかって言って、しかも一番手だったの多分そのあ企画のこっち側の壁側のね、へーってなって、そう
歌ってよかった。すごい、だって99人もいるのに。いや逆に言えば99分の1ぐらいの確率でつくってことだもんね。そう、逆にで白雪姫のさ並びとかさ分かるじゃん、ベッドの。え、違う違う違う、あのディズニーランドの白雪姫のあの7人の小人の並び順、うん、え私分かんない。え分かるでしょ。え分かると思うよ。先生、怒りんぼ、ご機嫌、最後くしゃみ、あれ違う、違う、くしゃみ違う、テレスケ、寝ぼすけ、くしゃみ、おとぼけかな。あー、わかんないわかんないわかんない。そうあれだよ、あのアニメでこうやって歩いてる順番、あベッドの順番じゃなくてベッドの並び順、ベッドの並び順かわかんないけど、あの白雪姫がさ一人ずつこうやって名前言うじゃん、あ呼んでく、あそうそう、あれの順番多分。へえ、先生、おこりんぼ、ごきこうやってね、テレスケ、寝ぼすけ、くしゃみ、おとぼけみたいな。そう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 、あれ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 、そうあれとか分かったのにさ。そうあとなんかベイマックスのねこうやって書いてる、なんかこの絵を何のキャラクター書いてるでしょう、早押しョータン、うんうん、でこれでこうやって書いてて、こうやってスッて線引いてついたんだけど、早押しでね他の人が、うん、その瞬間私と野呂さんでって目合わせて二人して、あ分かったみたいな。ベイマックス何書いてたの、ちなみに。ベイマックス、ベイマックスがベイマックスを書く。違う違う、だからあのさ雨の日にさこうやって書くじゃん。ああ、キャストさんが、そうキャストさんが書いてくれるやつ、これ何書いてるでしょうっていう丸書いて、あ、てんてんす、で違う丸書いてこっち書いたの、顔、違う体、体、丸の顔を書いて体いったの、うん、それでその体が描いてる線の時でピンポンってきたんだけど、スッて引き終わった時に私と野さんってなって、へベイマックスだってなって、ベイマックスだった、人見じゃないから、そう、トそう、トモが一人でってなってたら野さんも隣でってなってて、人見じゃないから、そう二人でみたいになってて、私が気に入るから、嬉しかった。でもベイマックスの主題歌ですか。え、ベイマックスのさ、うん、あの舞台になってる都市の名前わかる？なんだっけ、東京なんとか東京、そう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 、ネオ東京的な、なんだっけ、違うネオ東京じゃなくて、なんだっけ、サンフランシスコ東京、あ違う違う、サンフランソー京、あサンフランシスコと東京が混ざってる、サンフランソー京、そうすごいよね。いやそれはなんか私が勉強してた上で知ったやつなんだけど、あとあれ、あのあこれこの間問題出したよ、何、あのシンデレラで魔法にかけられて何が何になったでしょ、出たよ、私忘れたよそんなの、ね待って、でも当てる、まあまあでもかぼちゃがまあ馬車じゃん、そうそうそう、本体、そうで、馬がネズミ、うんうん、であのなんだっけ、運転する人、操縦する人ねが犬、あそう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 、正解です、あ分かった、そうそう、それとかもね分かったのに、ぜ私のターンじゃなかったの、うん、ショック、模擬のターンだった、そう模擬のターンです、そう、あショーファイトポイント全部使って投票しましたって、ありがとうございます、嬉しい、皆さんもぜひよろしくお願いします、きよきなんだっけ複数票今模擬のターンって言っちゃったことによって、私がなんか先輩の方法をいじったみたいになっちゃったけど本当にそんなこと思ってないんでごめんなさい、ここはちゃんと、あとはねなんかあったかな、面白いもんね、なんかこのアトラクションなんでしょうみたいなやつで、うん、カチャってベルト入れて、うん、あこのアトラクションなんでしょう、正式名称で答えなさい、うん、カチャって入れて安全ベルトのあの黄色い紐が映って、あピンポーン、はい、みたいな、うん、何タワーオブテラー、違います、黄色い紐タワーオブテラーじゃないの、私はねスターツアーズだと思ったの、あでも違ったの、待って当てる、もでもそこでもピンポンってなったんでしょ、ってそれ以上のヒントはないよ、うん、ないないない、黄色い紐があるアトラクションでしょ、うん、
え、これ解説していい？私いいよ。これ何が味噌かって、うん、正式名称を答えなさいが味噌なのよ。正式名称だよ。タワーオブテラーなんてさ普通に、確かにわかるわ。スターツアーズだって普通に出てくる、出てくる。あれだ、美女と野獣だ。違う違う、当てる。待って、長い名前ってことでしょ、うん、あれだ、あの辺でしょ、ファンタジーランドにある辺。え、違う、 C。 え、正解っていい？ソマリンだ。違う、インディージョーンズアドベンチャー、クリスタル疲れの魔球。そうそこまで言わなきゃいけなかったの。あ、じゃあ誰かインディージョーンズまで、あ、でも正式名称で答えたの、それは。で、インディージョーンズアドベンチャー、うん、で正式名称ですってなって、あ、でクリスタルスカルの魔球がなんかね出てこなくて罰だったんだよね、確か。そうそうそうっていうのとかね、すごいって思って。確かに。え、でも私、あ、なんか勉強してなかったんだけど、うん、うわ、これできてよかったって思ったのが、うん、できてよかったっていうか、知らなかったけど分かったやつが一個あって、うん、なんかディズニーのパーク内で、うん、ちょっと待って、パソコンで出すわ。なんかね、こういうあれが、張り紙がありますみたいな。ディズニーあれだ、人生がアドベンチャーの連続みたいな。違う違う、楽しいディズニークイズね。楽しいよね。画像出てこないかな。あ、出てこない。出てこない。なんだっけ、パソコンもスタンバイしてるんですね。そう、いや、でもこれはショーファイトを回してみるためのあれだった、あれなんですけど、あ、これだ、迷子の羊を探していますみたいな。かわいい。なんかそう、手紙があって、あ、これあれだ、ニューファンタジーランドの、うんうんうん、美女と野獣のテーマにしてるところの、うん、これで羊がいなくなっちゃった、どうやらこの紙紙に書かれた羊が迷子になってしまったようですみたいな、うん、でこれは最後の目撃は噴水のところで本を食べていたと書いてありますみたいな。さて、これのあれが出てくる、映像が出てくる曲は何でしょう。あ、わかる、あれでしょ、でねね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 、カラオケでこの間歌った時になんか出てきた映像。カラオケで歌ボジュ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 、ちゃんと声があるの。あれ面白いよ。もう、そうそう、あれ面白い。そうっていうの見て、あっってなって、うん、なんかちゃん、なんかそう、すごい、あ、やっぱ自分いっぱい見てんだなって思ったその時。ああ、確かに。プリプリって食べちゃうね。そう、朝の風景っていう正解だったんだけど。だからもっとね、私はディズニー好きをアピールしていこうと思ったよ。うん、大事。そう、好きを仕事にしていきたい。うん、私もそうしますディズニーもポケモンもアピールしちゃう。ポケモンね、アニメも。アニメ何が好きなの？アニメはね、稲妻イレブンとか。ああ、あとはなんだろう、でもなんて言うんだろう、アニメが好きって言ってたら多分さ、そのアニソンとかのあれにも呼んでもらえたし。ああ、私も好きってすごい言ってんだけどな。忙しかったんじゃない、その時。まあ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 。で2回目も呼んでいただけたので。そう、いいよね。ポケモンの99人の壁とかやんないかな。
ありそうね、やりそうだよね。でもめっちゃむずそう。確かに図鑑番号とかで言われそう。何番は何でしょう。むずピカチュウの番号わかる。一番じゃないよね、うん、一番だって不思議だねでしょ、うん、待って、不思議だね、不思議だね、不思議そう、数えてくんな、不思議はな、うん、次ヒトカゲ、リザード、リザードンで、ゼニガメ、カメール、カメックス、ポッポ、ビジョン、ビジョット、その次ぐらい。25番です。あ、全然違うじゃん。あ、多分ね、キャタピーとかいろいろ入ってる、ね、そうだよね、コラッタラッタ、あ、コラッタラッタ、ポニータとかも確か入る。あ、前に前だ、いや違うな、前後だよね、多分、多分前後だわ。スターウォーズの難易度の難しさの難易度の衝撃だった。確かにめっちゃ難かったけど、スターウォーズ絶対むずいよ。めっちゃ難かったけど、私さ、ちょっとだけ見たの、うん、スターウォーズはね、あれが好き、あの名前出てこない、私が好きって言ったやつ、あの赤いチューバッカ、違う、カイロレン、カイロレン、はいはい、カイロレンよくない。私はハンソロが好きなんで、あのちょっとダメじゃん、もうちょっともうちょっともうだね、それはそれは作品知ってる方は分かると思うんですけど、カイロレンいいんですよ。なんかあのなんかあのなんて言うんですか、心の感じが危ういのが、あ、ね、ちょっと自分が定まってないけど悪に頑張ってなろうとしてる、あの感じ、ね、でもなんかなりきれない感じ、うんうん、あのちゃんと人の心を持っている感じがね、私はとても好きで、でなんかその置物とかがあったのよ、うんうんうん、カイロレンの違う、なんかいろんなね、そうあのスターツアーズの置物がいっぱい、なんかこの辺とかに、ディズニーもこの辺にいっぱい、うん、あのぬいぐるみとかあったんだけど、あ、スタジオで、そうそう、いなくて、私カイロレンいないんですかって言ったら、あ、今日ちょっとなくてって言って、あー、ショックっつって、いやでもそう、でも問題で、あのカイロレンのさ、あのソード、うん、わかる、赤い十字架のやつ、ライトセーバー、うん、ちょっと違うのよ。でその赤い十字架のやつ出てきた時に、これ誰のライトセーバーでしょって、うん、カイロレンってなった。うん、そう、あれね、なんか一人だけね、十字架でかっこいいんですよね。そう、かっこいい。じゃあさ、ここのさ、ここの部分でも戦えちゃうからね、こうやって。そうそうそう。こうやって受け止めちゃう。そう、こうやってやった時にさ、なんかそのライトセーバーだとさ、まあ一本だからこうやっていくんだけどさ、そうそうそう、ここ十字架だからこうやってジュってジュってなる。そう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 。あれはすごい強い。そうなんですよ。あとはなんだっけな、いやあれ難しかった。あれは誰が好きなんだっけ？ロボットっていうか、うん、名前。あの私は BB-8 が好きなんだけど、あー、私は R2-D2 が好きです。 BB-8 ドロイド、そう、ドロイド、かわいい、そうとかね。まああの私そのスターウォーズはすごいあの超絶にわかなんであれなんですけど、もうそれでも楽しかったです、ね、私は中学の時に学校が学級閉鎖になっちゃって、私はでもめちゃめちゃ元気だったわけ、うん、でもさ家から出れないじゃん、うん、だからもうスターウォーズを一気に見た、そこでゲドハマりした。トムさんキャラ的にはダースベイダーとかぶりません、ね、何を見てそんなもんってわかるわ、え、わかるいやだね、だだだだだ、あ、ぴったりぴったり、だだだだ、 BGM ぴったり、入場曲それ結婚式の入場曲とかもしするとしたらそれでいいと思う。いやいや、どうしたらいい、どういう動画でしょってもうこういうもんで、あれでしょとか言ってるの、やばいじゃん。でもさ、それがさ、なんかダースベイダーもさ、もともとはさ、なんかそうだよ、過去があるんですよ、 こちら側の人間で、こちら側というか別になんか、うん、こちら側どちら側って感じだけど、うん、こちら側の人間だ、やんな、かわいい子ってなりましたね。なりますよね。そうっていうね、楽しかった。昔上司の着信音にしてたなってだん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 
もしもし。だってさ、なんだっけ、花壇がそうだよね。あ、そうだった、そうだった。花壇がさ、あの、つくしが、あの、道明寺からかかってくる電話全部、うん、ダースベーダーの音だよね。確かに。そっか、今考えたらそうだね。私は、花壇からのスターウォーズだったからさ、うん、確かに。あっ、ってなったよね。確かに。センスあるわ。そう。あ、1万人いってる。ありがとうございます。そうそうそう。あ、ユンちゃんと今日はちゃんと呼ばれるかなさん、ありがとうございます。タワー来る、明けおめ。そうそうそう、まあ、着々と私もあのこちらでショーファイト見てますね。あの MV を見てあの再生回数を稼いでおります。ありがとうございます。皆さんどんどん見てください。よろしくお願いします。ショーファイトです。何のアトラクションが一番好きなの？いろいろあると思いますが。え、でも私ずっとコーヒーカップが好きだったんだけど、うん、美女と野獣はいいよ。あれいいよね。初めて乗った私この間。本当にあれはもう美女と野獣、あれはなんかあれを初めて乗った時に、うん、あ、このために今日来たんだなって思った。あ、私は幸せってこれなんだなって思った。そうで、やっぱ歌がいいよね。歌がいいのよ。ててててて、なんかテレビでやってたもん。なんかあのてててててテレレレレっていう、なんかあの音階というかあのテンポの曲は全然ないとか、なんかその時その時代は的にはすごかったらしいみたいなのをやってた。あの私あれが好きなんだよね、あの一人ぼっちの晩餐会。テテ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 、あれ大好きでさ、あれ私中学のダンス部の部活の時に一瞬戻ってて、へえ、なんか先輩が OG の人が作ってくれて、うん、あれ踊ってたんだけど、結局まあ披露せずにお蔵入りしたんだけど、あらららら、めっちゃ楽しかった。そうで、あのね、ベルの最初の曲もいいもんね、朝の風景。ナナナナナ、いいね。でもそこ出てこないんだよね。そう、あと私はソアリンに乗りたいね。もう一回、一回一緒に乗ったよね。乗ったかも、乗ったかも。あれ靴履かないで乗るの楽しいんだよね。確かに、なんかいい、そうしたかも。サンダルで行ってた時、あれ違う、あ、モバイルログインできた、よかった、ありがとうございます。よかった、すごいずっと戦ってたんですね。この時間ね、まさにショーファイトだ。ショーファイト頑張りましょう。あと投票って課金して投票もできるんですよ。あ、そうなんですよ、実はそう、なんかポイント制なんですよね。なのでもしよかったら応援していただけたら嬉しいです。でも全然ね、あのその無理はせずに、あの応援していただけたら嬉しいです。そう、あの全然お金かからないやり方でも、もちろんこうやってね再生回数を稼ぐことも、稼ぐというかたくさん見てくれたら再生回数増えてランキング上に上がったりもするので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。モバイルもね、あのもちろん入れてくれたら嬉しいので、本当にお金かけて投票してくださって本当にありがとうございますという気持ちになるので、よろしくお願いします。はい、ベイマックスの乗り物楽しかったよ。だってベイマックス、ね、乗ったことないんだよね。私もね、まだないんだよね。楽しそうだね。ギャラリーがいつも楽しそうにしてるイメージ、うん、見てる人たちが。あとさ、なんかまださ、あのアプリの使い方に慣れてなくて、ディズニー行った時のいろいろね、スタンバイパスとか仕組みがね。そう、ファストパスはさ、もう取り方プロだったんだけどさ、うんうん、あのアプリになってから難しくて、やっぱりあれを制するものがディズニーを制すと言っても過言ではないじゃん。過言ではない。だからもう本当にあれをね、ちょっとうまく今後も使っていきたいなと思って練習中でございます。そのためにはね、たくさん行かないといけないから。そう、すごい、なんかだるまがいっぱい、ありがとうございます。なんかカラフル、本当だ、カラフル、カラフル、カラフル、ありがとうございます。
すごい。フォレストシアター見たって見てないの。私もあれさ、なんか雑誌で見て、あとはテレビでも見て、うん、あの歌がいいんでしょ、あの重なるんだよ ね, よね。そう、あれ見たいなって思うんだよね。そう、え、そう、今ディズニーお菓子売ってないんだよ。お菓子売ってないって、お土産を。そう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 、なんで？なかったの。なんで？なかったんだよ、私も行った時。あれじゃないの、あのチョコのクランチとか売ってたじゃん。 なかった。あ、ないんだ。なかった、なかった。なんで？あ、品不足。あら、まあでも大変ですよね、この時期。モバイルの積み立てたポイントが役に立った。お、積み立て大事ですよ。ありがとうございます。何事もね、積み立て大事です。アプリでしか買えないんだ。やっぱもう最近時代がアプリですな。アプリか、ネット通販か。太鼓の達人から来ました。だってあれですよ、あのあれだろ、切り取り、切り抜き、なんて言うんだっけあれ。あ、切り抜き動画的な、うん、なんか友達から送られてきてびっくりしたよなんか私がなんかなんだっけ、配信中にいきなりなんか太鼓の達人こうやってやってたら、それがなんか編集技術がすごい人が多分載せてくれてて、うん、勝手になんかすごい鬼をやってる人みたくなったのよ。嘘。なんかね、そう、すごい。あ、お正月の間太鼓の達人やりに行きたいな、ゲームセンターに。何に行きますか。そう、鬼の星5くらいまでならね、これでもできるから。へえ、すごい。最近ぷよぷよテトリスにハマってるんですよ。おお、テトリス、ぷよぷよむずくない？テトリスが好きだね、私多分。テトリスならマジで本当強いと思う。そうなんだ。えね、今ってさ、うん、PS5、プレステ5ってまだ買えないの？プレステ5さ、なんかちょっと欲しくなっちゃってさ。何のソフトがしたいとかあるの？シーズの辺のマリシュの。あ、すごい、ミラーボール来たよ。おい。ハロウィンナイミナイってやりたくなんない。あー、私はその時に今来てる、なんていうの、曲とか歌いがち。ファイブは買えないか。なんで、人気だからってこと？そう。お、やばいやばい、また来ちゃった。何歌う？ショーファイブ。そっか、じゃあプレステ4で我慢しよう。あ、やばい。右の服をくらっちまったくらって、まあ、え、あ、これポーズかねえ、すごいやってくるじゃんいいのを殴る。全然終わんなくない。ザザッタン時は歌わりはい、全然終わんないじゃん、ね、こっちもついてる踊りやすい。
イエーイ。すごいぴったりで終わるじゃん。すごいじゃん。すごいぴったり。疲れた。ミナボールに遊ばれる武藤姉妹。本当よ。疲れちゃったよちょっと今ので。ね。青って大家さんが言ってた。そう、大家さんが言ってる。ショーファイド聞いて歩いてると自分が最強になった気持ちになるなって。ああそうだよ。しかもね、あのね、だんだん聞いて聞きながら歩いてみ、あのテンポで歩くよ、なんかズン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 。そう。いや、若いですこの時の私。何年前？10年前よ。おお。ほぼね、9年前か10年前。どうなんのこの先輩を殴ってくださいって言われるわけじゃん撮影の時に。超やりにくいよ当たり前じゃんそんな。でもみんな優しかったから、そう、先輩にすごいビビるタイプだったから、うん、いや誰でもそうよ。だって研究生でしょこれ。研究生だよ。研究生の時に先輩に殴れないもん。いや殴れないよ。でも衣装みんなかっこいいよね、うん、この私服衣装かっこいい。そう、全員先輩。いやもうもちろんですよ。懐かしい。いや本当にいい曲もらったよね。いや本当にありがたや。なんか戦い系の時たまに出てくるもんねこの曲。うんうん。なんか HKT さんのコンサートとかでもなんか NMB が公演曲で入ってた気するよ。だってじゃんけん大会これだったもんね。そう歌ってた。で私なんか真ん中で歌わせて。だから私も目通しめだからすいません。すいませんありがとうございます。すいませんすいませんって。そうそうそう。で2回戦で負けるって。えそうすぐ負ける。じゃんけん弱いから。やばい、もうねあとね10分ないくらいでもう11時なんだよ。やばくない？え早い。あっという間なんだけど、ね、ずっとペラペラこんな喋りながらさ、ね、ショーファイト見て。ショーファイト一番披露してるのは HKT さんなんだって。そうなんだ。なんかさショーファイトでさなんかでっかい恐竜出てくる。あっなんかね私も見たことある。見たことあるそれ。なんだこれって思いながら。そう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 思った記憶が。始まりの雪はないのか MV。 ん MV ないないのか。うんアルバム曲だから。そっか。私さリスケをさ聞きたいの携帯で、うん、でもないでしょ。ないのよ。ごめんなさい。そうあれだから MT は、ね、MT ないんだよ。ウィンクの中断もさ練習しようと思ってさ探したけどないんだよ。いや私さ卒業するまでに、うん、あのそうウィンクの銃弾と、うん、シーズゴーンはやりたいっていう話を、うん、なんかこの間誰かとしたんだよね。あら僕夏を覚えてみるというのはいかがでしょうか。どっちもやってんの。ウィンクなら。あウィンクでしょ。そうウィンクはね最初はすごい緊張するけど慣れてくるとめっちゃ楽しい。そうでゆきりんさんがねあのシーズゴーン大家さんがそう大家さんが卒業公演でやってたから、うん、私もなんか全然やったことないけどもし自分が卒業公演するんだったらなんかそれまでにもしやってなかったらシーズゴーンやりたいなみたいな、うんうんうん、入れようかなみたいな入れたいなっていう話をしてて、そしたらなんかあのゆきりんさんもなんかシーズゴーンやってみたいってなんかその時言ってたらしく、だから全然卒業公演に入れる間もなくゆきりんさんがシーズゴーンをどっかで披露するタイミングをくれたらちょっと一緒にやりたいなっていう気持ち。おそうシーズゴーンやりたい。あとはウィンクの集団もこの間の大晦日公演でかっこよかったから、うんうん、やってみたいと思った。やってそうってすごい言われたの。確かに
なんかすごいやってそうって、あ、多分それ私じゃなくておりんです、確かにそれはそうだって言っていっぱいやってる。あ、白熊ちゃん、ちょっと待って、タワーは愛半分だけど今年も気持ちは3倍。あ、いや全然そんなタワー半分なんて言わないでください。あの愛多めなやつが、あのなんだっけ、愛のこもったタワーが2倍なだけで、あの普通のタワー全然嬉しいのでありがとうございます。そう MT ね、やってみたいけど今セリが壊れてるっけ、あれ、そうですね、だからクラウドファイティングって言うんだっけ、クラファン、うん、やった方がいいと思うんだよね。ああ、セリ直したのそうっていうのを、なんか17時間配信の時に、そうセブンティーンライブだっけ、うんうん、確かに茂木ギヨンさんが司会で言ってた。あ、そうなんだそう MT は結構セリありきなイメージがある。でもなんかちょうどいいんじゃない、なんかね、なんか今なんか感染対策とかもいろいろあると思うので、うんうん、セリがないのはちょうどいろいろいいから直してないっていうのもありそう。あ、なるほどね。あ、ワンセブンライブだ。ワンセブンライブ、あれってさ、なんかずんちゃんレギュラー持ってる、持ってますね。なんかこの間さ、大家さんのさ卒業公演途中で抜けてそっち、うん、すごいよね、あれ大変って言って、そう、あれ何をやってるの、あれはお話メンバーと、うん、ドミノ倒しとかもよくやってるイメージ。あれ、そんなのやってるの、うん、面白い。つかで、あれペアで呼ばれるのが定番なんでね。あ、じゃあここじゃない、あるとしたらそのうち ね。まあでも確かにね、スリーでありでやりたいよね。スリーがないと3列目の人が見えづらい、見えづらいね、16人公演とかになった時にね。確かに、そうだそうだ、洗濯物出しとか、そうだよ、セリアリだったね、そういえば。そうだよ、そうだよ、毒グモとかもそうだ。あ、そうだ、セリアリだ、セリなしに慣れちゃってたね、うん、だってソファーとかも座ってたのにさ。確かにそうじゃん、立ってるわ、うん、そうだそうだセリ全然課金するのに軍司さんとかがね、こうやって貯金箱みたいなセリ直すための置いといたらたまりそう。確かに面白い、そういうのもなんかイケビらしいよね確かにセリが壊れますワンセブンは一味違う配信ですって。へー、ずんちゃん、お、着々とすごい再生回数、ゾゾタウンの CM が、そうガンガン見てます本田翼ちゃん、かわいい。お、時間だって、え、早くないかい、早っ。じゃあランキングを読まれます、どうぞ先に。あ、いいんですか、うん、では先に読ませていただきます。ででん、13位、マサトアットオリン、タン推しさん。12位オリン、うん、今年もオリンのことがウルトラ好きすぎるさん。ウルトラさここまで来てやめたのに11位マシュアとウルトラオンリーワンさん。10位テレテレ坊主さん。9位ムートーさん。8位ミヤさん。7位鶴さん。6位、島田和幸、あとお叱りの言葉も話し会でお願いします。5位タケポンさん。4位ウルトラボリンスキーさん。3位マッス48さん。2位影安さん。そして1位がエイカさん。ありがとうございました。はい、次。あ、やばい、ちょっと待って。13位りょうあミヨン、トムちゃんおふさん。12位ヤンガット、明けおめこておろさん。11位しろくまちゃん、今年も大好きさん。10位ユンちゃん、今日はちゃんと呼ばれるかなさん。9位いたず隊長さん。8位島田和幸、あったごしかりの言葉を話し会でお願いしますさん、はい。7位にゃーっと里根の次でいいね、もぎさんとも時々仲良くしてもろってさん。
6位フリーバードさん、5位アルパカと明けましておめでとうございますさん、4位影安さん、3位としまささん、2位大五郎とともちゃん、明けおめことよろさん、1位プースケさん、ありがとうございます。ではスクショタイムを、まずは私のカメラに何がいいですか。とりあえずね、うんうんうん、オッケー、はいはい、チーズ、はい、やっぱ2022じゃない、こっち、あ、こっちは、はい、チーズ、おい、早かったな。あの、私一人の時はやらないのでスクショ。あ、そうなんですか。よかったですね、私がいて、はい。ということで、はい、お正月配信ちょっと長めにやってみました、ありがとうございました。何時ですか。私たちは結構6分ぐらい遅く始めてるので気になるところ。待って、2022、2022だって言ってさ、ちょっと待って、そしたら2022、こっちでも一応やっていきましょう。うんうんうん、 OK、 いいんじゃないの。はい、ありがとうございました。それではどうぞ。何を。最後の告知。ああ、そうですね、はい、明日NPP ニューイヤープレミアムパーティーにフレッシュ選抜出演させていただきます。ですね、配信でも見れるのでぜひ皆さん見てもらえたら嬉しいです。結構長い時間、40分何分間だっけな、結構やらせていただ、長い時間やらせていただいて、結構ボリューミーなセットリーにもなってると思うので、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。そしてフレッシュコンサートの方もチケット絶賛発売中です。多分もう皆さんいっぱいいっぱいお友達誘って、平日の昼間というとてもなんかすごい時間帯なんですけれども、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいと思います。ぜひ待ってます。はい、じゃあ私は、はい、あのカップリングリクアはね、ただいまあの中間発表ショーファイト43位だったので、歌えるの30位から上なので、皆さんぜひあのモバイル AKB48 モバイルの投票、あとは YouTube のショーファイトの MV の、 こうあの再生回数ね、ぜひ上げていきたいなと思ってるので、皆さん応援よろしくお願いします。あとはまあ何でしょうね、インスタグラム頑張ってるので、あの2022年も頑張っていこうと思いますので、皆さんよかったらフォローよろしくお願いします。はい、あと自分たちの声に限ってもぜひよろしくお願いします。モバイル票、はいはい、はい、あ、この後 YouTube 見ます、ありがとうございます。4日の23時59分まであとちょっとなので、この年始のちょっとゆっくりした時期に、もしちょっと暇だなとか、も何しようかなとか思ったら、YouTube とかね見てくれたら嬉しいなと思います。はい、ということで皆さん、じゃあありがとうございました。あと何かあるかな、あと TikTok でおすすめの曲とかやってほしいとかあったら、そう、年始のこのゆっくりした時にそう撮れたらいいななんて思っているので、皆さんぜひ、はい、ハッシュタグオリメールでも、私のインスタの DM とかでも大丈夫なんで、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました、はい、皆様、じゃあ年始2022年も武藤姉妹よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、2022年も頑張っていきましょう。あ、なんでもないわ。うん、頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあね、みんなバイバーイ。1月最初の公演お楽しみにじゃない、あなた。ああ、そうだね、よろしくお願いします。じゃあまた、はい。